女性4人で北海道旅行、ギャンヒウン、ソミンジョン&ホンジニョン&イサンファ選手との記念ショット公開写真イコールヤンヒウン愛。インスタグラム歌手ヤンヒウンが女優ソミンジョン、歌手ホンジニョン、スピードスケートのイサンファ選手と旅行に立った。最近ヤンヒウンは自身のインスタグラムに、パッケージで世界一周週末。てこそ旅立てる、女性のみで立つ北海道旅行、小雨が降ったり止んだり。ラベンダーの香りが良い。集まってこそ旅立てる、期待してください、という書き込みとともに数枚の写真を掲載した。公開された写真にはヤンヒウン、ソミンジョン、ホンジニョン、イサンファ選手の仲睦まじい姿が写っている。4人は JTBC、パッケージで世界一周集まってこそ旅立てる、の撮影のために北海道へ向かった。笑顔あふれる姿が旅行への期待を集めた。JTBC、パッケージで世界一周集まってこそ旅立てる、は、韓国で毎週日曜午後9時に放送されている。スピードスケートのイサンファ選手、小平奈緒選手に感動、一番聞きたい言葉だった、学童ミュージシャン、ギャンヒウンのコラボプロジェクトに参加、15日公開の、年の差コラボ、に視線集中写真イコールヤンヒウンインスタグラム写真イコールヤンヒウンインスタグラム。